2014FIFA ワールドカップ、スイス対エクアドル戦における、エクアドルのフリーキック、バニシングスプレーによるマーキングが確認できる。サッカーでのフリーキックの際にバニシングスプレーで線を描いて、守備側の選手にディフェンスラインを示す主審バニシング、スプレーとは、スポーツ、特にサッカーの試合において、主審が一時的なマーカーとして、フィールドに噴霧するスプレーである。 名称は直訳で、消えるスプレーの意味。バニシングフォームイコール、消える泡という呼称もある。その使用は、競技規則に定められているわけではなく、各国のリーグや大会の判断により採用が決められる。このスプレーを使用すると、白い泡が噴霧されて、フィールド上に線を描くことができる。この泡による線は、気象条件により多少前後するものの、 おおよそ1分から数分程度で完全に消えてしまうため、後のプレーに影響を与えることはない。主な使用目的は、得点の可能性が高いゴール前のフリーキックにおける攻撃側と守備側の距離の確保である。ルール上、守備側はフリーキックが行われるスポットから最低10ヤードは離れなければならない。主審は、 ボールのスポットとそこから10ヤード離れたラインをバニシングスプレーを使ってマーキングし選手をそのマークの位置に従わせてからフリーキックの笛を吹く。これにより攻撃側がよりゴールに近い位置にボールを置くことや守備側の壁がルールを破ってキッカーに近づくことを防止し無駄な遅延行為を減らすことができる。主審は試合中スプレー缶を 腰のホルスターにつけて携帯する。バニシングスプレーを使用するか否かは、主審の裁量に委ねられており、ゴールから遠い位置でのフリーキックや、クイックリスタートが行われる場合は通常、使用されない。スプレー内の液体は、水とブタンを主成分とし、そこに、海面活性剤や、その他の成分が約1から2%加わっている。スプレーを押すと、 圧力の変化により膨張したブタンが小敵を形成し、それが水に包まれて泡となり地面に発射される。最終的にブタンは蒸発し、水と海面活性剤だけが残って泡は消滅する。アメリカ合衆国での特許を参照できる。バニシングスプレーの最初のバージョンは1980年代に、 ボビー・チャールトンとフットボールアソシエーション審判員のニール・ミッチレイが所属するイングランドの会社が開発した。だが FA はこのアイデアを拒絶し実地実験すら行うことがなかった。また、アディダスの英国オフィスに行った商品開発のアプローチも拒否された。プロレベルの大会で初めてバニシングスプレーが使用されたのは2000年に ブラジルで開催されたコッパジョアン・アベランジェにおいてである。商用目的で初めて成功を収めたのは2002年にアルゼンチンの起業家パブロ・シルバが開発した9から15という名前の製品であり、このシルバがバニシングスプレーの正式な発明ものとされる。ただし同様のスプレーの特許は2002年10月29日にブラジルの発明家ハイネ・アレイモニアが取得してもいる。 9から15の登場以降、バニッシングスプレーは、南米を中心に、様々なサッカーの大会や国際試合に採用される、ことになった。初めて代表チームによる国際 A マッチに、採用されたのは、アルゼンチンで開催されたコパアメリカ2011である。さらに、トルコで開催された 2013FIFAU-20 20ワールドカップ。 マルタで開催された UEFAU-17 欧州選手権2014とヨーロッパで行われる若年代の大会にも次々採用され、ついに 2014FIFA ワールドカップにおいて9から15の最新型製品が正式採用された。2014年6月12日の FIFA フフワールドカップ開幕戦、ブラジル対クロアチアにおいて西村雄一主審によって ワールドカップの舞台で初めてバニシングスプレーが使用された。南米ではすでに大きく普及し、FIFA フフ主催の大会でも試験採用されていたとはいえ、多くの国の人々にとってバニシングスプレーは非常に目新しいものであり、国際的に大きな話題を呼んだ。日本においては2014年の山崎ナビスコカップ決勝にて試験的に採用された後、翌2015年より、 J リーグ公式戦及び山崎ナビスコカップなど使用試合にて本採用されることとなった。なお、J3 リーグ公式戦は対象外としている。しかしモルテンが提供しているスプレーの一部製品に液漏れが発生していることから同年10月以降のリーグ戦での使用は中止していた。2017年より J3 リーグも含めて使用が再開されることとなったが、製品は クイックレスポンス社の FK マジックラインとなる。ありがとうございます。